今ご紹介に預かりました山田裕之です。滋賀県で陶芸をやっております。もともとの出身は、丹波篠山でして、まあ、ここ今住んでる滋賀県も滋賀だけも同じなんですけど、よく似た環境なんです。ただ西の文化とこちらの文化っていうのは大きく違うっていうことをまだまだと感じてるんですけども、まずは今回お手伝いいただいた方も今日いらっしゃると思うんですけど、こういう大きな作品を展示するっていうのは一人では絶対できないんです。で、栗原の方々にお力を借りて運び入れるのも、一番向こうの作品なんかは300キロぐらいありますけど、個人の力では無理です。で、10人ぐらいですかね、10人ぐらいの力で手で移動させたっていうことであったり、上のお堂で上のところに運び上げるのもやっぱり大変な作業でした。本当にありがとうございます。皆様のお力が出なかったらできなかったことなので、ありがとうございます。それからここの環境ですね、生きても僕は一番最初に来たのは2008年なんですけども、大陸地震があったその9月にここに初めて来たと思うんですね。まあ、その時もその整備された美しさっていうか、なんていうのかな、まあ、手がこう入れすぎず入れなさすぎず、ちょうどいい加減に出来上がったこの場所を見て感動したのを覚えてます。場所をキープしてくださってる方々、まあ設備さんももちろんなんですけど、その毎日草を取りに来てる人たち、その方々があってこそできたと思います。ありがとうございます。ですね、なんでこの栗原に僕がいけるのかという、そうですね、2008年にその地震が起きたこととあとそれを復興の象徴として始まったのが万葉祭、栗原万葉祭。ここの裏で南部神楽の方だとか鹿踊りとかそういう伝統芸能をいろいろ見て、で、まあ、そこに僕も参加者として陶芸家として土を振ってそこで焼いてみたり、なんかいろんなことをしてこうコミュニケーションをさせてもらったんですね。で、その時にやっぱり一番感じたのが、すごくいろんな方々がこう混じり合ってうまいバランスで出来上がってるんだなっていうことなんです。まあ、世界はこうどん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 一つのパターンに置いていこうとしているような気がして、なんかいつか真っ白になるんじゃないかっていう不安さえ覚えるんですけど、この栗原は常にこういろんなものが混ざり合って、お互いの長所短所を補い合いながらこうバランスが取れてるんだなっていうのがはっきり分かるんですね。で、まあ、今回この展示をするにあたっていろんなことを調べたんです。栗原のことで、まあ、過去遡ると平泉時代から現代に至るまで、まあ、地震であったり、あと金銀の鉱山であったり、なんかいろんな時代時代でこう人が行き交い交わって、まあ、いろんなこう世界の情勢も含めて、ね、翻弄されてきた場所だなっていうのを感じたんですね。だからそれがあってこそ今ここに
こう曲がり合って良くなってる振り幅っていうのがあるんだ。これを整理整頓するっていうのはすごく、なんか無意味な感じもすごくした。だから、このままでいてほしいなっていう気持ちがあります。で、今回本思考というタイトルにしてるのは、まさにそういうことを僕が感じたからです。いろんなものが混ざり合ってるっていうことがあるからこそ、すごくみんなが生き生きと生きられる、そういう世の中であってほしいなという思いと、その栗原から感じるそういうこと、それをテーマにしました。で、作品には、まあ、後で作品一つ一つのことは解説しますけど、大きく言うと、この混ざるっていうことを全ての作品に、入れてるんで、そういうことを感じながら見てもらえると嬉しいなと思っております。今日は、まあ、このぐらいで、いろいろお話ししましたけど、ありがとうございました。